今日のイカれた偉人は竹中重治、通称竹中半兵衛。秀吉を支えた天才イケメン軍師として知られています。そんな重治はもともと斎藤辰興という大名の家臣でした。しかしこの辰興は重治のことは全く相手にせず、無能な家臣飛騨守ばかり可愛がるのです。そしてある時、その無能な家臣飛騨守が櫓の上からなんと重治にをかけてからかってきたのです。普段はポーカーフェイスの重治もこれにはブチギレました。そして数日後、部下16人を引き連れて辰興の稲葉山城を一晩で攻め落とし、飛騨守をぶっします。おっかないですね。皆さん、ポーカーフェイスの人を怒らせると取り返しのつかないことになるので気をつけましょう。ではまた。